今からできるピントレシピよ。5時25分にもなるとお腹が空いてくるんです。そうですよね、うん、任せてください。もう食事から平和を感じる、幸せを感じるという方いらっしゃると思います。そんなあなたに夏休みちょっとほっこりできる簡単手作りデザートをご紹介していきます、はい、今日作るのはこちらです。台湾の豆乳デザート、豆花と言います。豆花聞いたことありますか？ないです。ないですか？ないです。結構ですね、最近人気でして豆花を取り扱っているお店も結構増えてきてるんですよ。さっぱり豆乳プリンという感じでしょうか、うん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 、想像つきますか？まあさっぱり豆乳プリンは想像つきます。杏仁豆腐の豆乳バージョン。ああ、なんとなくイメージが湧いてきましたね。杏仁豆腐の豆腐バージョン、豆乳バージョン、豆乳バージョン、大体分かってきましたか？まあ、ちょっとなんか分からなくなって、逆に分かる。どうしよう、ヒント与えるんじゃなかった、はい、まあ、作っていきます、はい、見ててください。まず使うのはその豆乳です。豆乳を使うとさっぱりなりますね、ということでヘルシーですよね。じゃあ持ちます。で、鍋に移動します。まず鍋に入れましょう。はい、今日300ml 使っています。では火をつけます。中火です。はい、よし、 OK でですね、ちょっと、まあ、焦げないように混ぜながら、そうそう、あとね、はい、今日さっぱり甘いって言ってるんですけど、豆腐、うん、実は台湾の地域によってはさっぱりじゃなくて甘くなくて塩味の豆腐もあるそうです。へえ、面白いでしょ。じゃあ、どういうことですか？フルーツとかないってことですか？要はちょっとおかずになる、ごま豆腐もそうじゃないですか。長崎では甘い豆腐ありますけど、他県ではこうわさび醤油とかで食べる、さっぱり食べるものもあるじゃないですか。そういう感じなんですが、今日は甘い豆腐作ります。越したことはないです。はい、はい、ではこの中に入れるの、まずお砂糖、今日はきび砂糖を使います。まあ、白砂糖でも構いませんよ、お家にあるもので構いません。ずっとこれ混ぜててください。よく混ぜててくださいね、焦げないようにしてください。はい、そしてどうでしょうかね、これ沸騰直前にですね、火を止めます。もういいかな、もうちょっとでしょうか。沸騰直前まで待ちましょう。沸騰しちゃうとね、分離しちゃうんですよ、うん、なので沸騰は避けたい。この泡は沸騰なのかどうなのかちょっとよくわかりません。私は OK、 よし、直前です、これがきっと OK です。で、この中にゼラチン入れていきます。今日は固めますからね、うん、そしてまたよく混ぜてください。でもこの工程とっても簡単ですよね。そうですね、うん、まあそんな頭はつかなくていいかもしれません。そうね、うん、まあ、お子さんと一緒に楽しくできそうな、そんな感じのお料理ですよ。さあ、良いでしょうか。はい、ではこれをですね、今ちょっと泡が見えますか？白くてよく分かりません？見えます。あ、見えました？粒立ってます。そうです、この泡をですね、取ります。なぜ取るでしょうか、岸くん。アク抜きと一緒ですね、うんうんうん、えぐみだから違いますか？そっからえぐみ出た。これですね、はい、今から冷やして固めます、うん、この泡があったら冷やした時に、固めた時に表面がブツブツなる。そう、滑らかじゃないっていうことなんですよね。それは嫌だということで取りました、はい、ではこれを今から冷ましていきましょう。移動します。こちら器の下には、あ、中には、あ、中じゃない、下には氷とお水、氷水がありますよ。これで一旦粗熱を取ってください、はい、そして粗熱が取れましたら、今度は冷蔵庫で冷やしてください、うん、そしたらもういい感じに固まっております、うん、そして固まったものが、よいしょ、どうしょ、こちらです。どうでしょうか。あ、全然プルプル感わかりませんね。こんな感じに固まっております、はい、しっかり固まってます。ではこれをあとはもう盛り付けるだけなんです、うん、スプーンで盛り付けます。水に1回つけてください。その方が取れやすい、スプーンから離れやすいです。よいしょ、すくいます。あ、ちょっと大きかったですね。欲張りすぎですよ、豊崎さん。食べたいから。いいじゃないか。よいしょ、よいしょ、大
いたい3回ぐらいかな。よし、はい、 OK です。そしてこれにさらにトッピングしていきます、うん、はい、いきますね。今日はあんこをたっぷりと、さらにはこれ缶詰の果物、よし、パイナップルに、これ桃でしょうかね。あとこの甘いシロップも入れたらさらに美味しいんですよ。まあ、他にもご自宅にある、例えばきな粉、黒蜜、なるほど、いいでしょ、和の感じ、うん、にもなりますのでね。よし、では最後にこちらマットを敷いてた、はい、完成ですよ。よいしょと、さっぱりいただいてくださいね。台湾の豆乳デザート、トーファです。では岸君召し上がれ。初対面ですね、トーファ。初対面ですね。いただきます。はい、ちょっとトーファ、おお、シロップの甘みが効いて美味しい。そうなんです、うん、このトーファ自体はとっても豆乳なのでさっぱりしてるので、甘いのがお好きな方はちょっとあんこをたっぷりめとかですね、してみてもいいかもしれません。スルッといける感じがたまらなく美味しいですね。そうなんです、うん、もっともっとプルプルにしたいというそこのあなたは、はい、豆乳をもっと増やすとプルプルになりますので、ぜひ試してみてください。美味しかったでしょ。美味しいです、これホッとできますよね。皆さんも試してみてください。ピートレシピでした。